はい、どうもスカイです。今回はこちらです。またまた、視聴者様からプレゼントの方をねいただきましたので紹介の方させていただこうと思います。今回はこちらのお荷物とこちらのお荷物と合計で2つのねお荷物がお家の方に届きましたので紹介の方させていただこうと思います。まずはねこちらの方から開封して紹介の方させていただければと思います。1つ目のお荷物の方を開けさせていただきました。2つ入ってました。1つは、HK 子さんから届いております。もう1つは、ダッフィーレイさんかな、ダッフィーレイさんから届いております。いつもありがとうございます。はい、では HK 子さんからいただいたプレゼント品を開封させていただこうと思います。すごいね、かわいいっすね。メモ帳に一言添えていただいております。ありがとうございます。では開けさせてもらいます。まさかの、めっちゃ嬉しいな。まさかの応援グッズいただきました。ありがとうございます。 HK 子さん、ぜひつけたいと思います。カバンにねつけて使わせていただこうと思います。こちらをリュックサックの方に取り付けてこちらの旗を思いっきり振って遊びたいと思います。ありがとうございます。はい、続きましてダッフィーリーさんからいただいたプレゼント品を開封させていただこうと思います。はい、ダッフィーリーさんのプレゼント品ね開封させていただきました。こんだけね入っておりました。ありがとうございます。まずちょっと一番気になったのがこちらっすね。ハロウィンのクッピーラムネ25袋入り。これすごい嬉しいです。あの奥さんがねラムネが好きだっていうのを多分生配信で言ってて、それを聞いててくれたダッフィレイさんが送ってくださいました。ありがとうございます。ね、1歳頃からのハロウィンクッピーラムネって書いてるね。すげえかわいい。ありがとうございます。そしてこちらは東京ディズニーリゾートの卓上カレンダーかな、こちらをいただきました。めっちゃかわいいっすね、このイラスト、手書きのやつだ。うん、めっちゃかわいいっすねこの絵、すごいかわいい。こちら2020年のカレンダーですね、卓上カレンダーいただきました。で1月始まりのやつなので来年からねぜひ使いたいと思います。ありがとうございます。これをね編集用のパソコンデスクに置いて編集したいと思います。ありがとうございます。はい、そして3つ目こちらの袋開けさせていただこうと思います。お、あ、これはいつも送っていただいてるやつですね、ポストカード。すごいな、ありがとうございます。今回もなんだかんだ3種類かな、すごい、また3種類いただきました。ありがとうございます。こちらはディズニーシーの18周年のやつですね。ぺちゃんこかわいいじゃないですか。そうだね、いつもねダッフィーリエさんはね2枚ずつね入れてくれるんですよね。あの僕たち夫婦のために1枚ずつね、そう、喧嘩しないようにいつも用意してくれて本当にありがとうございます。でこちらディズニーシーの18周年でしょ。でこちらはディズニーハロウィン C だね、うん、C のディズニーハロウィン2019。そしてこちらはディズニーハロウィン2019、こちら東京ディズニーランドのポストカードになります。すごいね、これホログラムになってて面白いですね。ありがとうございます。そして最後こちら、これはね、なんだろう、トゥデイかな、
トゥデイだ。いつもねトゥデイ入れてくださるんですよね。嬉しい。この量はすごいな。すごい量、めっちゃ入れてくれてる。ありがとうございます。あ、夏のやつも入ってる。ホットジャングルサマー、すごいね。ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。はい、続きまして2つ目の荷物開けていきたいと思います。はい、荷物ね開けさせていただいたんですけど、東京ディズニーリゾートのショッパー出てきました。すごいワク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 。さあ中はどうなってる。ほう、ちょっと出させてもらいます。はい、お荷物開封させていただいたらこちらのものが入っておりました。ありがとうございます。こちらはねくまみさんからいただきました。かわいいねお手紙いただいております。後でねゆっくりモアナちゃんと読ませていただこうと思います。ありがとうございます。ではねこちらの方から開封させていただこうと思います。お、すごいチャームコレクション入ってました。ありがとうございます。お酒のおつまみにと思って買いましたが辛いようです。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。辛いのねスカイ大好きなんでめちゃめちゃ嬉しいです。なんかすごい大きいねこのお菓子。なんだろう。あ、柿の種&ピーナッツ。柿の種かっこ激辛ブラックは非常に辛い味付けを特徴としておりますって書いてる。気になる。ありがとうございます。はい、そしてこちら入っておりました。東神巻かな、長崎中華街東神巻福建って書いてるね。なんかすごいねこのネジネジしてる中尾明が入ってる。なんか地元長崎ではよりよりの愛称で呼ばれてるっていう風に書いてますね。揚げてあるんだね、すごい。これめっちゃ美味しそうじゃん。いや、こちらもね美味しくいただきたいと思います。ありがとうございます。そして最後こちらですね、こちらも開封させていただきたいと思います。すごい、もうなんか見えとる。ミッキーのやつだ。もしかして、おお、やば、かわいい、かわいい、やばい、電車大好きだからやばい。うん、それも気になるけど、やばい、やばい、このシリーズ来た。ありがとうございますね、デザイン変わるんですね、すごい。ありがとうございます。これやば、チャーム、チャームと缶バッジのセット。あ、缶バッジとクリアクリルキーホルダーセットか。まあ、いや、わかりました。じゃあ電車をプレゼントします。うわ、すごいなこれ、めっちゃ可愛いっすよこれ。電車、ね、ミニーちゃんが、すごい、九州限定、すごい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。缶バッジ好きだからねスカイさん、めちゃめちゃ嬉しいな。ね、モアナちゃん電車好きなんでね、こんな感じっすね。アクリルキーホルダーめっちゃ可愛いよこれ。いいんですかこんなのいただいて。マジっすか、ありがとうございます。ブラスト、はい、最後こちらですね、ブラストザ・ミュージック・オブ・ディズニー2019、こちらのクリアホルダーかな、クリアホルダーをいただきました。すごいねブラストのこれ、行かれたんですかね、すごいね。
すごいね。なんかその限定感あるものばっかりいただいてめちゃめちゃ嬉しいですね。はい、ということで今回は視聴者様からいただいたプレゼント品を紹介させていただきました。プレゼントいただきましたダフィリエさん、HK 子さん、くまみさん、本当にありがとうございます。お菓子なんかね、モアナちゃんと一緒に美味しくいただきたいと思います。今後も皆さんに面白いね動画を届けられるように日々頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。では今回はこの辺りで失礼したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆様ありがとうございました。